は、ラクうまイカリご飯チャンネルのゆかりです。このチャンネルでは、時間をかけずに美味しい料理を作りたいという方のための、ラクうまレシピをご紹介しています。チャンネル登録いただくと、新しい動画の更新情報が届きますので、楽に美味しく料理を作りたいという方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ガトーインビジブルみたいに、リンゴたっぷりでジューシーなケーキです。材料はこちらです。リンゴは薄く切ります。まず半分に切って、さらに半分。で、大きい包丁を使っちゃったんですけど、ペティナイフを使った方が切りやすいです。リンゴの芯を取ったら薄く切っていきます。だいたい3ミリぐらいの厚さになるように切っていきます。ボウルに移して、ふんわりとラップをして、600ワットのレンジで加熱します。レンジ加熱してる間にケーキの生地を作ります。まず卵を溶きほぐします。ここに砂糖、砂糖を入れて甘みのバランスを良くします。ここに牛乳でミルクの甘みを加えるのと、あと生地の硬さを調整します。でホットケーキミックスなんですけど、混ぜ合わせてから時間が経つと膨らみが悪くなってしまいますので、はい、リンゴの加熱が終わったタイミングで混ぜるようにします。リンゴをレンジ加熱したら、ここにバターを入れて混ぜて溶かします。この時ボウル結構熱くなってますのでお気をつけください。レディですね。ホットケーキミックス次入れますので、その前にリンゴから出た水分を入れちゃいます。ここで入れてしまいます。ちょっと混ぜ合わせます。ある程度混ぜて粉っぽさがなくなってきたらヘラに持ち替えます。加熱したリンゴを加えます。混ぜ合わせます。すごいリンゴいっぱいですよね。全て混ぜ合わせたら、ふんわりとラップをして600ワットのレンジで加熱します。で、こちら冷ましていくんですけど、キッチンペーパーをかぶせて、その上からラップをして冷ますとですね、このキッチンペーパーが蒸気を吸ってくれますので、程よくしっとりした生地に仕上がります。包帯で粗熱が取れるまで冷まします。いただきます。どうぞ。すごいフルーティーだね。どうぞ続けてください。うん、リンゴすごいこう、サクサクくる感じと、ふわふわな感じ、これずっと喋ってていいんだよね。合ってるよね、これ。すごい甘さとマッチして、すごいいい感じですね。おいしい。ありがとうございます。美味しそうだなと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。